せーの、アニメワンピース25周年熊本火の国麦わらの一味噌巡りの旅、イエーイ。お前も言えよ。パオンの方じゃない、その像じゃない。どうも、ウソップ役の山口勝平です。田中真由美役の違う、ルフィ役の田中真由美です。はい、そうでございます。後ろ見てください。じゃーん、熊本城。そしてまた季節がいい、見てください、桜がね。桜の季節綺麗ですね。綺麗です。ちょうどの季節に来ました。熊本地震で大きな被害を受けた熊本城ですけれども、2021年には天守閣の復旧がね完成しましたということで、今回我々が熊本にやってきたのも実は復興に関係があるんですよね。そうなんですよ、小田地のふるさとでございますから、地元でありますからね。麦わらの一味の像が、あるんですよ、熊本には。10体もね。ね、10体も。はい。カッペン、はい、私、あの銅像がいる細かい場所までね、覚えてないわけよ。こっからどこ行けばいいのか分かんないの。大丈夫、任してください、そういうこともあろうかと。真由美さん、じゃーん、この僕がですね、今日はね、ログポーズを持ってきたんですよ。これ見ろ、このログポーズ。これさ、北が分かるだけじゃないの？北がすごい分かる。こっちが北ですね。で、いや、行きますよ、行きますよ、はい、そうなの？北に行けばあるの？ある。大丈夫かな？ということで、アニメワンピース25周年を記念して、田中真由美と山口勝平が麦わらの一味像を巡る熊本火の国一泊二日の旅、ニコルミンよ。おい、お前ら、お早く来いよ。キャプテン、ウソップ似てる、似てた。魅力たっぷりの熊本でついつい寄り道もしちゃう2人、果たして無事に10人の仲間に出会うことはできるのか。あ、これすごいいい写真になるかも。旅の始まり、最初の仲間は誰かしら。さっきのところから北の方角ではなかったですけれども、あの、なんかどうもこの辺りに1体目がありそうなんですよ。そうだよ、だってさ、はい、もう旗がさっきから、あ、本当だ、ね、フラッグがある。向こう見てごらん、ムルクとフランキー向いて。本当だ、絶対この方向に、この方向に銅像があるはず、あるはずなんだよ。ちょっと行ってみましょう、行ってみましょう、行ってみよう、行ってみよう。あ、すごい、みんなの旗がある。おい、 お前ら、お、なんだ、おせえな、お、早く来いよ。お、ルフィが呼んでる。ルフィ、あ、まゆみさんか。ルフィだよ。すごい、ルフィいたいた。ということで、麦わらの一味噌巡りの旅、1体目はもちろん、ポンキーディ・ルフィー。ここにお賽銭をください。嘘です。そういうものではありません。銅像巡りの旅、スタートを飾るのはもちろんルフィ。2018年、震災復興のシンボルとして、熊本県庁プロムナードに設置されたのよ。足元には小田先生の手形も入ってるのね。すごいかっこいい。なんかでもさ、すげえ嬉しい、初めて見れた。で、ここにこうね、ご利益ありますよ、ね、ご利益がね。ちょっと拝ん、意外と手大きいんですね。拝んでね、私初めて来た時、はい、本当に小銭入れて小田っちに送ったら、そういうものではありませんって書いてある。拝むものではない。そういうものではありません、ね、あ、でもなんかいいですね、やっぱりルフィね、この笑顔ね、元気になる、うん、かっこいい。もうこの腹筋が欲しいだろうな、君鍛えてるもんね最近 ねやってるんでね。いや、今さ2人だからさ、素晴らしい、はい、なんか誰もいないみたいだけどさ、そう、今、ね、もう周りにもすごい、周りにはね、外国の方もいらっしゃるし、おーっと、はい、はいはい、大野さんじゃないですか。聞いてました、大野さんなんですか。大野さんでしょ。見聞色です、見聞色の覇気を使いました。私は何でも分かってんだよ。真由美さんが見聞色で言い当てたのは熊本県庁職員の大野さん。はい、大野さん、毎日ルフィ像を見ている。はい、毎日拝みながら。羨ましい、やっぱり拝んでる、やっぱ拝むんだ、やっぱり拝んでいいんだ、拝むのは拝むの正解です、ね、ぜひお二人に、はい、あの各銅像でですね、はい、写真を撮っていただきたいなと思っています。それをアップしていけばね、そうだね、そうだね、ま、それでね、あの復興のね、手助けになるかもしれない、ねということでね、僕はね、ちゃんとね、持ってきましたからね、可愛く素敵に撮ってね、可愛く素敵に撮ってね、私を。いやいやいや、可愛く素敵には無理だな。あ、無理だ、なんで変顔すんの。違う、大野さんの要望は真由美さんとルフィじゃない、僕らと一緒に撮る。真由美さん、一人で撮りたい気持ちもわかるけど、今回のミッションは二人と銅像の素敵な写真を集めることよ。これでいいかな。これいい感じ、これいい感じですか。イエイイエイ。
こういう調子で回ってきましょうね。回って記念写真を撮ってくるという大野さんからのお願いでございます。はい、わ、はい、かりました。さらに大野さんが銅像巡りをより一層楽しめるガイドブックとアプリを教えてくれたわよ。カッペイさんのログポーズは不安だったから、これがあると安心ね。かわいいわね。銅像の付近に到着したらスタンプがデジタルです。ああ、スタンプラリー、スタンプラリーって書いてある、はい、ぜひ皆さん巡ってください。ゲットしよう。あ、ゲットできた、ゲットできました、ゲットできた、よかった、はい、このままあと残り9体もね、うん、頑張っていきたいと思います、はいはい、大野さんどうもありがとうございました。いきます、はい、チーズ。旅はまだ始まったばかり、さあどんどん行くわよ。2人目の仲間もルフィと同じ熊本市内にいるみたいよ。誰かしら。アプリによると、うん、この辺りにもう一体あるか。あ、あ、あ、お、動物の声。あ、まゆみさん、ほら、見てください。熊本市動植物園。物園。動植物園ということは、やつがいるよ。これ我らの繊維がいるんじゃないですか。繊維がいるよ。さあ、どっかにいるんだ。どこにいるか。もしかして、もしかして、あそこら辺にね。あっちか、あっちか。動物園の中にいるのか。ちょっとイクラちゃんの声には聞こえなかった。ちょっと聞こえなかったんだ。他のとこにいる。あれ、あれ違います。ちっちゃいのいるね。うん、ですね。ちっちゃいよ。お、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。ちょっと行ってみましょう。絶対そうじゃないですか、あれは。あいつですよ、あいつですよ。はいはいはい。いた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 。間違いない。さあ、正面に回り込んでみて。いた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 。チョッパー。チョッパーいたよ。いました。見つけました、チョッパー。動物ゾーンだけでなく、植物園や遊園地もある熊本市動植物園。獣舎が被災して避難した動物たちを守るためにチョッパーが駆けつけたのね。これなんか、うん、本当、ね、実物大っていうかさ、そんな感じです ね、 なんかね、ルフィと比べるとこのぐらいなのかな、うん、きっとね。椅子に座ってこのサイズって、うん、声優のイクちゃんと同じぐらいじゃん。同じですね。そうなんです。声優の大谷くんさんもね、はあ、こんな感じなんです。すごくちっちゃくて可愛いね、はい、でも、ね、あんまりちっちゃいことに誇りを持っていなくてね。そうなんですよ。だから、あんまりね、自分をねちっちゃいと思ってないんですよ。なんか高いの履くんですよ。そうなんですよ。なんか僕らより背が高いと思ってるみたいな。なんかね、でも可愛いですね、チョッパーね。イクちゃんと同様可愛いっす。あ、ちゃんと小田先生のサイン、うん、サイン入ってるね。一個一個にちゃんと入っているという。入ってる。はい、ね、ということで写真をここでもね、撮りましょう撮りましょう、ね、写真を撮らなきゃいけないので撮ります。せーの、いい感じじゃないですか、ね、ということで早速ね、ここでもスタンプラリー、スタンプラリーしやりましょうね。ゲットゲット、チョッパーゲットゲットでございます。スタンプラリーも無事ゲットしたので、この調子で次に行きましょう、うん、次は誰かな、誰かな、よし行こう、よし行こう。素敵な写真を撮ってスタンプラリーも集める、旅の楽しみ方が分かってきたみたいね、2人。次は誰が待っているのかしらね。あ、お、お、ほら、お、ナイスキーパー、行こう。いやー、青春してますね。惜しけーって、あ、惜しけってじゃない、サッカー見に来たわけじゃなかった。あれ、サッカー見に来たんじゃない。あ、そうだ、ちょっと大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。この辺りにちょっと待って、一人いるはずなんです。あ、うん、そうだった、そう、僕はね、あれ、あ、あれじゃないですか。ほら、いた、いた、行ってみましょう。かっこいい人、あの後ろ姿は、かっこいい人、後ろ姿からですよ、プリンスが。遅いね、遅いね、うん、遅いけど、うん、ここからは覗けるね。ちょっと船長さん、やめなさい、その微妙なとこから覗くの。ということでですね、うん、益城町の交流情報センター港テラスにいるのは3時です。新鮮な野菜の産地として知られる益城町。学校の給食センターが被災して困っていた子どもたちのために、サンジが駆けつけたのよ。みんなに美味しいものを振る舞おうじゃないかと、そういうことだ、来てくれたわけですね。益城町にはサンジだ、はい、かっこいいね。かっこいいな、これさ、いろいろ僕らってこう正面からの写真って見てるんですけど、うん、なんかこのサンジ、この横、ここの角度かっこいいっすよ。この角度、これ、あー、いいね、いいね、いいね、この角度いいですよ、うん、この角度、タコ乗ってんの初めて見えた、あ、今、タコだよね、これ、
三時の得意のあの、ね、チャーハンですよ。チャーハン、銀河食べた、食べさせた銀河、そうですそうです、じゃないですか。あれも泣けたね。ねえ、三時役の平田さんも実はね料理大得意で。そうなんだよね、うん、みんなでなんか遊びに行ったことあったよね。そうそうそう、平田さんね、なんかねちゃっとこう作ってくれるんですよ。そういう意味ではめっちゃ三時っぽい。それで私なんかソースをさ、はい、新居のさ、うん、あの座布団にこぼしたの、それ秘密にして帰ってきたんだよごめんね悪いな。そう撮ってよ撮ってよ。いろんな自撮りの仕方考えました。なんかこう、あ、こういうのもいいんじゃない。こういう、あ、間に、間に入る。せーの、イエーイ。あ、面白い。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。これいい写真かも。いいかも。こう撮ったら、あ、なんで軽くシェーなん。いいね。はい、いきますよ。はい、チーズ。これいい写真撮れたかも。すごくいい写真が撮れた。どこがや、なんかあの上からあの鍋蓋が落ちてきたみたいな感じだよ本当だね。あ、それ楽しいかも、ね、まゆみさんもこの角度で撮って、この角度で撮って、いいんじゃね。どうどう、ほら、あ、いいですね。いいんじゃないこれ。いい写真撮れましたね。いい写真、ね、皆さんもいろいろこういう面白写真もね、撮るのもいいのかなと思いますのでね。何ですか、何ですか。ここでお二人に火の国クイズです。え、火の国クイズ、火の国クイズって何ですか。てれってってん、初めて出てきましたよ、はい、クイズ、はい、日の国クイズ、はい、給食センターが被災した益城町に駆けつけた3時、はい、では、うん、熊本県内の給食で人気のご当地料理、うん、太いに平らにツバメは何と読むでしょうか。タイピエン。なんか合ってたの、うん、一番びっくりしたね、自分ね。中国の郷土料理をアレンジした麺料理で、うん、見た目はちゃんぽん。あ、なるほどね。で、麺には春雨を使用、ヘルシーじゃないですか。ということで、なんか、はい、え、正解者には三時の燻製イカチーズ、日の国トマト味、情報多いな、三時の燻製イカチーズ、日の国トマト味をプレゼント。あ、待って、ちょっと待って、いただきました。当たったの私だよ、お前。じゃあ、まゆみさんも開けましょう。もうこれお土産で持って帰る。はい、はい、タイピーエン、キノ…え、これ、キノ…うまい。これはね、うん、アルコールが必要になっちゃうない。なんか、あ、ほんとだ、おいしい、うんうん、あ、情報多いって言うけど、全部感じる。あ、うま、これな、これ見ながらまたちょっとサッカー見ます。サッカー見よう、サッカー見に行くみよう、頑張れー。どうなったかな、どうなったかな、うん、青頑張れーおい、赤も頑張れ。残る仲間はあと7人ね。まだまだ長い道のりだけど、旅の続きはまた次回というわけでね、うん、やってまいりました。もうなんかもうお店入った時からもういい匂いがしている熊本のね、ワンピース聖地といえばここバラッテイ。1日目の夜、2人がやってきたのはステーキレストランバラテイ。漫画家になる前の小田先生がアルバイトをしていたことでも有名なお店なのよ。私も行ったの。バラテイの話になってからさ、うん、もうずっと行きたい行きたいって言ってたんだよ ね、ついに来られましたね。バラテイの名前の由来もここのバラテイから来たんですからね。そう、バラテイからね、ようやとね、未来叶いました。もうちょっとジューンという音が、ね、聞こえてきだしましたけれども ね、たまらんね、これ、ね、香りは映らないのかしら ね、そうなんです、香りは映らない、香りを上げたい。もうすっごい香り、うん、私はさ、毎日のようにじゃあこの香りを嗅いでいたわけ、ね、はい、でこの香りを嗅ぎながら、うん、あのジャブジャブバリーンをやってた。ジャブジャブバリーンをやってたねジャブバリーン見て、あいつ、あいつすごい、きっとね、肉なめ僕らですこっちから見てもすごいサシ入ってますよ、言葉出ませんね、うん、またこれがいい。なんでしょうね、このお肉が焼けてるのを見るだけでこんな幸せな気持ちになるのってね、うん、やっぱり肉だね。肉ですね、うん、肉肉。さあ、バラテー自慢の特選黒毛和牛のサーロインステーキよなんかこれだけでもだけでもいけそうな気がします、ね、お味はどう？こっちで
ちゃくちゃもう柔らかくて、ちょっとなんか、うん、幸せしかない。柔らか、うん、今日僕たちのお肉を焼いてくださったのがですね、うん、なんと小田ちゃんのアルバイト時代を知るというね、田崎さんでございます。もうさっきからもう聞きたいこと山のようにありますよ。ね、おだちはここで働けたの、こんな素敵なお店で、ね、本当になんかこうワンピのねバラディエのなんか雰囲気っていうか、うん、で想像してたからジャブジャブパリンパリンだし、でなんかほら、ね、男たちばっかりでなんか何だか粗雑な感じで、うんうんうん、ガンガンした感じでバラディエはね、うん、なんかちょっと想像したのと思って。そうですか、ありがとうございます。おだちはずっとお皿洗ってたんですか。お皿洗うのとサラダですね。お、コースについてるサラダ。はい、作れたんですか。まあ、作ってたんですか。1日2日すれば大体覚えます。それはもう全然漫画を描き始めるずっと前のこと。いや、漫画描いてたんですよ。あ、もう描いてた。描いてる頃に。私たちは知りますよ、はい。一度ジャンプに乗りますってこうやって見せてもらったんですけど、私にはもうちんぷんかんぷんで分からなかったです。でもじゃあそのから、ですからそのもう書いてる頃から小田栄一郎じゃなかったからですね。月火水木金土日しかなく、何これって思いましたもん。なんて読むのかも分からないし。でももう今や本当に世界規模でなんかバラ、ね、バラで有名になってきた。そうですよね。そうですね。ああ、うん、と小田君お皿代ぐらいもう。お皿はマジで割ったんですか。本当にマジで割ってました。でもそんなおだっちも立派になりましたね。すごいですね。皆さんもバラ亭に来れば小田先生の意外な話が聞けるかもしれないわよ。